はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、世話をすればするほどもう嫌いになるんです、小犬ちゃんがね。これの理由についてお話していこうと思います。まあズバリね、結論からお話させてもらいます。ですね、これはやっぱりね、結論から言うと、ワンちゃん、小犬ちゃんの気持ちはですね、これを理解しているか、それとも理解せずにしつけをしようとしてしまっているのか、ここが大きな差です。はい。で、このまあなんでね、お話ししようかなと思ったのは、YouTube の方でね、コメントをいただきました。ありがとうございます。まあこれで、ね、コメントいただきました。こういった形で YouTube ね、動画の方でもね、お返事させていただこうかなと思います。はい、ちょっとあっちでね、今元気に遊んでます。ごめんなさい、ちょっとね、声入ってくると思うんですけど。じゃあまあこうどんなまあコメントだったのかということで、まずコメントをね、ちょっとまあ読ませていただこうと思います。はい、ですね、世話をすればするほど、嫌いになります。はい。おやつをあげると噛まれる。シャンプーに連れて行くと唸られる。散歩に連れて行こうとすれば、すると、噛まれる。今や可愛さどころか、さっきまで覚える自分が嫌になります。はい。っていう、まあまあ深刻なね、お悩みというかね、だと思うんですけども。ね、やっぱりイラッとするんですよね。もうって本当にイラッとしちゃうんです。自分はものすごく愛しているはずで、こうね、良くなってほしいからじゃないですか。で、散歩行こうってするのも愛情じゃないですか。散歩に連れて行くのも愛情、ご褒美あげるのも愛情なんですよ。その愛情をなんかね、裏切られた気になるんですよね。ガブッと噛まれたりとか、うーって嫌がられると。ギャップができるんです。ここのギャップがすごくしんどくなってくるんですよね。で、やっぱりそれでね、こうイラッとしちゃうから、もうそれによってなんかイラッとしてしまってる自分がなんかもう逆に嫌になっちゃうみたいな。ね、これもね、僕もずっとトリミング、このご褒美使う前っていうのが、もう本当に押さえつけてトリミングしてたんですよ。ね、なんだろう、カットするの動くから動くなって言ったりとか、それこそ噛んでくるからって言って、この口はってガチッとしてカラーとかもつけて、もう押さえ込んでってやったんですけどね。なんでこっちは綺麗にしてあげようと思ってるのに、なんでそんな怒るのみたいな。で、やっぱすごくイライラした時、もうすごくありました。なんかそのワンちゃんに対してイライラするね、もうさっきまではないんですけども、まあそれが自分にとって逆にしんどくなるんですよね。なのでまあそれにまあちょっと近い、まあしつけの部分なんでね、少し違うかもしれないんですけども、まあワンちゃんに対してまあその嫌っていう気持ちになるっていうのは、まあすごくわかるということですね。で、ここですごく大事なの、このトリミングも一緒やったんですけどね、大事なのって、そのワンちゃん、子犬ちゃんの気持ちを汲み取ってあげれるかあげれないか、ここでした僕は。例えばトリミングだったら、その嫌がるにも必ず理由ってあるんですよね。理由があるんです。で、その理由を見ずにして、僕がしたいこと、カットをしたい、爪切りをしたい、シャンプーをしたいっていうのを押し付けてたんです。すると全然うまくいかないんですよ。余計噛むようになるんです。けど気づかないんですよね、なかなかね。で、この質問もおやつとかシャンプーとか散歩、すべて子犬ちゃん、これ理由があります。おやつをあげると噛まれる。おやつを噛む、おやつをあげようしたら噛まれる。いや、こうやってあげようしたら噛むんかな。これも絶対に理由があります。絶対です。シャンプーに連れて行くとうなられる。これも絶対に理由があるんです。で、散歩に連れて行こうとすると噛まれる。まあこれはリードをつける時なのか、もうその準備をちょっと細かくは分からないんですけども、これにも理由があります。これじゃあ全部この行動の前に理由っていうのがあるんですね。その理由があるからうなったり噛んだりだとかっていうね、結果があるんですよね。で、その前にここの理由を知らないことには絶対にうまくいかないです。逆に言うと、この理由さえ分かってしまえば百発百中強くなりますから、絶対です。はい。なのでまあその子犬ちゃんの気持ちを知るか知らないかで、そのしつけうまくいくかっていうのは本当に変わってくるんですよっていうのが今日のお話になります。はい。じゃあ、それを踏まえた上で、じゃあどうしたらいいんですか。実際に行動としてはどうしたらいいんですか。それを宿題でお話しさせていただこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい。でですね、今日はしつけをすればするほど嫌になるんです、嫌いになるんですということで、まあその子犬ちゃんしつけするにあたって、子犬ちゃんの気持ちでもちゃんとあります。生き物ですかね。これを知ってしつけをするの知らないのとは大きく違うんですよっていう今日のお話でした。じゃあ具体的にどうしたらいいんですか。今日このね、3つありました。おやつ、シャンプー、散歩ですよね。で、それをね、1つずつ言っていくと、まあおやつをあげるという噛まれる。じゃあおやつのあげ方、おやつのあげ方です。それを見直してみてください。もしかしたらこういう、こう先のおやつ持ってやると噛むんですよね。とかね、必ず理由があります。
噛んでしまう理由です。それでもガブーって噛んでくるんやったらもうなんかね変なお玉だけならいいんですよ。お玉にビューンってなるんです。お玉噛むのは別に痛くないですよね。要は痛いから嫌なんですよね。痛くなかったらいいんですとかね。絶対にね理由が分かれば対処法って必ずあるんです。はい、シャンプーに連れていくとうなられる。もうシャンプー大嫌いなんでしょうね。じゃあシャンプーが大嫌いにならないようにじゃあどうしたらいいのか。ワンちゃんがしたシャンプーっていうのは意味不明の行動です。はい、なのでブワーッと適当になっちゃうと嫌いになって怒られたら当然なんですよね。じゃあどういう風に大好きにさせるのでしょうか。ご褒美しっかり使っていきましょうとかね、書いてきます。で、散歩に連れて行こうとすると噛まれるということなんです。これリードをつけようとするときなのかもうその前提なのか分かんないですけども、よくあるのはこのリードをつけようとしたんですよね。まあ、リードをつけようとするときに噛むのであればご褒美を使って意味付けする。こうやっていける怖いですからね。こうやってかぶってくるの怖いんですよ。はい、そういった形で必ず理由絶対にあるんで、絶対にあります。その理由必ず抑えたらうまくいきますので頑張ってほしいかなと思います。応援します。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。